どうも皆さん、こんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。今回もまたこの小さなウクレレを使いまして、いろいろな曲に挑戦してみましょう。さあ、今回は、あいみょんの曲、いきます。愛を伝えたいだとか、こちらの曲をガズレレ流オリジナル、簡単バージョンでやってみようと思います。いつものように2バージョン。最初のバージョンは初心者様でもなるべく簡単にできるようにしたガズレレ流超簡単バージョン。後半はあのファンキーな16ビートルノリノリのアレンジで、やってみようと思います。かっこいいバージョンはもう軽やかですよ。はい。2バージョン最後までご覧になってください。さあ、大好きな曲をウクレレで思いっきり弾きましょう。音楽の経験なくても全く大丈夫。問題ありません。ウクレレ簡単なんですよ。弦も4本だし、ちっちゃいからいつでも触ってやれる。で、だけど奥もすごく深くて、ずーっと深めていけるね。本当いいパートナーになってくれると思いますよ。今ご覧になってるガズレレ YouTube 見てるだけでどんどんできるようになります。YouTube ですからね、これは。いつでもどこでもこう気楽に見れるわけで、スマホでも見れますからね。テレビに接続して大きく見てもいいし、無料です。はい。気楽に音楽始めましょう。もうちょっとしたらここにリンクあるんですけど、このリンク先の、初心者レッスンはここというところにジャンプしてください。そこで数字の順番通りに動画を見ながらウクレレ触ってるだけですぐできるようになります。はい。じゃあリンク貼ります。初心者レッスンここ行ってらっしゃい。クリック。いってらっしゃい。そこには私が取りためたね、今までありとあらゆる音楽の簡単ウクレレレッスン動画が700曲ぐらいもうアップロードされてますから。最新 J-POP、定番の J-POP、夏メロ、昭和歌謡曲、洋楽もたっぷりある、アニメソングもある、なんかもういっぱいあるんですよ。それね、さっきのリンクの下の方に行くと検索できたり、リストから探せたりするようになってますんで、ぜひ皆さんお気に入りの曲を見つけてどんどん音楽楽しみましょう。さあ、今回はですね、まずは今からやってみるのは、あいみょんの愛を伝えたいだとかの、まずはシンプル簡単バージョン。やってみます。1,2,3,4 健康的なさだな。こんな時に君の愛してるが聞きたいよ。揺れる風を少し浮いた前髪を据えて心地いいさ。それに割れてしまった目玉焼きついてないな。バランスをとっても溢れちゃうよ。少し辛くて少し酸っぱくて甘ったるかったりさ。とりあえず今日はバラの花に願い込めてさ、バカな夢で踊ろう。愛を伝えたいだとか臭いことばっか考えて待ってても、だんだんそこに沈んでいくだけ。僕が明日いい男になるわけでもないから、させらずにいるよ。今日は日が落ちる頃に会えるの。ろうそく焚いてバカでかいケーキがあっても、君が食いつくわけでもないだろう。情けないずるいことばかりを考えてしまう。今日はバラの花もないよ。汚れてるシャツに履き直れたジーパンで、愛を伝えたいだとか臭いことばっか考えて待ってても、だんだんソファに沈んでいくだけ。僕が明日いい男になるわけでもないから、させらずにいるよ。今日は日が落ちる頃に会えるの。せーの、じゃじゃん。はい、あいみょんの愛を伝えたいだとか、ガズレレシンプル簡単バージョンやってました。今のはショートカットバージョンで、1番全部やった後、2番を、ショートカットして、最後、ブリッジパッドと最後のサビになってます。2番やりたい方、コード進行をせずに書き出してください。で、その時の参考になるようにこれ見ていただいたり、あとテロップとが一緒に合わせるようができたら、これ自分で書き出してやってみるっていうのがいいんですけど、この曲どうですか？歌がね、まあ、ほぼラップ。早口言葉みたいにババッとこう詰まってくるんです。そのタイミングをしっかり測っとかないと、しっちゃかめっちゃかになっちゃうんで、結構ね、やっぱりコードは結構簡単だと思いますけど、歌い回しがやっぱり難しいと思います。はい。この点でね、ガズさんを測ってるんでね。はい、ここ。ここに一個点がある。うん、K、
健康的なサラダな、なんかこの点でこうリズム感を測りながら私は書いてます。で、このイントロはね、ちょっと一瞬入るんですけど、かっこいいバージョンでこれでやってみようと思うんで、今はここから始まりました。じゃあ一時停止で。これテロップを一時停止して書いてもらった方がもしかしたらわかりやすいかもしれない。字がすげえ詰まってるから。はい。まあ、ひとまず一時停止で。はい、じゃあその次のこの辺。で、ここ1番のサビはここやって、この3段なんですけど、で、こうなんとブリッジパートに入って、またここね、2のサビなんですけど、この1行やったら、ここのサビに戻るって感じですね。まあ、多分動画見ていただけると、なんとなく、あ、こういうことかってわかると思うんで、ここでまたサビに戻るって書いてありますけど、こんな感じになっております。はい。じゃあ出てくるコード解説しましょう。今日はね、ここにずらずら下に書きましょう。こっちから。C、A マイナー、F、D マイナー、D7、G7、E7、C7。まあ、このあたりの、コード、プラスちょっとこの、これからややこしいのが入ってくるって感じなんですけど、これね、今シンプル簡単バージョンは、まあ、これより少ないです、実は。でもま、これは基本コードの中の仲間なんで、このコードね、これ全部入門コードです。はい。超シンプル簡単コード。はい。これをですね、大体ガズレレではいつもこれで表現します。ガズレレ必須コード。必須。必ず覚えた方がいいですよってやつなんですけれども、コードというのはね、コードをこっちをこうやって押さえなきゃ、押さえて歌うメロディーを奏でるっていうのが音楽なんですけれども、いっぱいあるんですよ、コードは。星の数ほどあるんですけど、ウクレレで音楽を見つめようと思った時は、8個。このガズレレさんが選び抜いた8個の超基本入門コード。この8個がこのガズレレ必須コードってことなんです。最初にこれを覚えましょう。はい。まず取っかかり何やるんだよね。で、以前この8個のコードをものすごい頭にスッと入りやすいように面白く解説している動画を撮ってるんですよ。ここにリンク貼っておきます。ここで8個のコード楽しくマスターしてください。8個というのもね、1個ずつ見ていくと簡単なんですけど、一気に覚えようと思うとやっぱ大変ですから。その必殺技、覚え技がここに書いてありますから。はい。で、そういうわけで基本コードが、まあ、元になってるんですけど、今回ね、イントロだけで難しいコードで、あとこの歌の中はね、もう基本コードばっかりなんですよ。イントロほんと一瞬ですよ。C7、F7、Dm-C。これ、じゃん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 。この4つ1個ずつ弾いて、ここに入ろうと思うんですけど、その時に難しいコードがまず出てくると。で、この F7 って書いてあるんですけど、ガズレレ流 F7 が一発だけ出てきます。これ解説しましょう。普通の F っていうのはですね、普通の F はまず、こことここ。こういう風に押さえる。こことここね。はい。F7 は、3弦の3割と、ここを足すんですよ。つまり押さえる場所は、ここと、ここの、こんな感じ。これガズレ流です。はい。本当の F7 ってのは、ここに1弦の3フレットがつくんですけど、これで急に難易度が高くなる。まあ、これでやってみましょう。で、イントロだけちょっとやってみましょう。こうです。C、F7、Dm、C。これが本当一瞬で、健康的なって入ってきます。はい。で、もう一個これね。A メロの F のところを F メジャー7というコードで置き換えます。A メロ、全部置き換えてもいいんですけど、ちょっと忙しいかなってことで、F メジャー7というのはこうです。ちょっとこれね、5フレットで3弦4弦なんですよ。ちょっとやってみましょう。こことここです。こことここ。こういう感じ。はい。こことここね。で、ちょっと遠いんですよね。はい。で、私が、ガズさんおすすめは、人差し指を上げといて、薬指と中指で押さえるのがいいと思います。なぜかというと、この人差し指があるおかげで、こっちに戻りやすいんですよね、こういう風に。はい。これがいいと思います。この響きがまたおしゃれで、これはね、いいんですけど、ここ結構、ここ距離があるからね、ハッと行くのが、うまいとこパッとここに5フレットで命中しないっていうのがあるんですけど、まあ難しかったらもちろん F でいいですよ。こっちの方がより、なんとなくこう、メランコリックな響きだな、ということで、これを使いたいと思います。で、コードはこんな感じで足されていくということですね。で、リズムはここにも書いてあるんですけど、16ビートのチャでいこうと思います。16ビートのチャ。16ビートのチャで結構ファンキーな感じ。結構これはですね、コード進行も結構こう、ループっていうか、同じようなテイスト回ってて、歌だけで展開していくってかっこいいようなパターンでございまして。A メロのね、コード進行でやってみようと思います。この F メジャー7も入ってくるやつです。リズム聞いといてくださいね。ワン、ツー、スリー、フォー。これはなんかシャッフル、スタスタスタ、パカツクン、スタスタスタ、パカツクン。はい、こんな感じでファンキーにソウルフルにディスコっぽくやるのもかっこいいんじゃないかなと思います。で、16ビートのチャってやっぱかっこいいんですけど、やっぱちょっと
ょっと難しいんですよね。で、これね、弾き方、ここに解説動画、これはリンク先はガズレレのホームページの1枚で、リズムで、ウクレレでできるリズムのいろいろというところから、16ビートのチャッというリズムで練習してほしいんですけど、まず8ビートがしっかりできてないと無理なんですよ。8ビートができて、8ビートのチャができた人が16ビートにこう入っていくって感じなんで、こう段階を踏んでやってみてください。はい。いずれ、こういうのはできるようになるので、やっぱね、ただできてるというか、こうノリをね、こう表現したいわけですから、このなんていうか、ふんわり感を出せれると、なおさらいいと思いますね。だからちょっとこの、はい、気持ちよくリズムにこう、体を委ねられるように、リズムがゲットできるといいんですけど、これはやっぱり、皆さん取り組んでてなかなかものにできないと思うんですけど、もう、そういう気分で持っていくのが大事だと思います。はい。楽しんでやってくださいね。はい。この曲はですね、特に、決めとかあるわけじゃないですけど、やっぱこのずっとこう、かっこいいリズムが、ビシビシこう、効いてるっていうところがかっこいいところだと思います。そういうのを意識しましてですね、気持ちよくやってみようと思います。歌がね、歌のリズムがやっぱ難しいですよ。この、右手の16ビートのリズムと歌の言葉のがカチッと合わさってる時にすごくこう、究極に気持ちいいところだと思いますんで、ちょっとそういうのを意識して。てみましょう。それではいきますよ。あいみょんの愛を伝えたいだとか、ガズレレ流かっこいいバージョンやってみる。ワン、ツー、スリー、フォー。健康的なサウナ、こんな時に君の愛してる楽器さえや、言えるかって、少し浮いた前髪も全て心地さ、それに割れてしまった目玉やついてないな、バランスをとってもあふれちゃうや、少し軽くて少し酸っぱくて甘ったかさ、いいアイス、今日はバーの花に願い込めてさ、バカな夢で踊ろう、愛を伝えたいだとか臭いことばっか考えて待ってても、だんだんソファに沈んでいくだけ、僕が明日いい男になるわけでもないからさ、焦らずにいるよ、弱いが落ちる頃に会えるの、ろうそく抱いてバカでかいケーキがあっても、君が食いつくわけでもないだろう、情けないずるいことばかりを考えてしまう、今日はバラの花もないよ、汚れてるシャツに吐き慣れたジーパンで、愛を伝えたいだとか臭いことばっか考えて待ってても、だんだんソファに沈んでいくだけ、僕がいい男になるわけでもないからさ、焦らずにいるよ、弱い日が落ちる頃に会えるの、せーの、じゃじゃん。あいみょんの愛を伝えたいだとか、やってみました、ガズレレ流かっこいいバージョン。16ビートの淡々としたこのファンキーなリズムの中で言葉が遊んでいるっていうイメージがいいと思うんですけどね。言葉がパパッとこう詰まってるんで、あのリズム感、歌のリズム感も結構すごく難しいと思うんですけど、そこが楽しいところですからね。ちょっとこうピンポイントでこう、言葉を、なんていうかな、こう、どの言葉でこのリズム入っていくかっていうのが分かるってくるときっと楽しくなると思います。楽しんでやってみましょう。ありがとうございます。はい。ガズレレではいろんなことやっています。イベント全国駆け巡っております。あと本もいろいろ出している。で、こういうクレレも販売してます。この後ちょっと、インフォメーション、つけますんで、お時間ある方ご覧になってください。楽しく音楽やりましょう。今日はありがとうございました。ここでね、チャンネル登録もぜひお願いしますね。それでは、ありがとうございます。ご案内どうぞ。まずこっち、ガズレレ。.com ホームページです。ホームページ見ると大体のこと書いてあるんで、ここでお願いしますね。じゃあ、ささっと最新情報をお伝えしていきます。まずですね、ガズレレ全国駆け巡っております。そのご案内しましょう。はい、こちら見てください。6月16日、沖縄、那覇。6月30日、長野市。7月は奈良行きます。まず6月のこう2つのフォーカスなんですけど、この那覇なんですけど、前日の6月15日は、純駆動書店さん、那覇店で、ガズさんのトークショー&サイン会あります。入場無料です。おっかなびっくり。ちょっと見たい方も待ってますよ。はい。もし面白かったら翌日のガズレレ大イベントでみんなでワイワイ歌いましょう。何でも質問答えるし、リズムも取れ、
時間なんかも向けようと思って、もうとにかくエンターテイメント、エンターテイメント要素満載ですから、ガゼレレイベント面白いです。自分で言っちゃうけれども、ぜひ来てくださいということですね。でですね、そのイベント、まあ長野市もね、まあそれ、あの6月30日あるんですけど、はい、それが終わったら東京でこれです、ドーン、千人ガズレでやります。千人ガズレ、このご案内はですね、まあとにかくここに乗っけておきますけど、最新情報としては、集合時間と集合場所決まりました。はい、集合時間11時半ね、公園、代々木公園大ステージ向かって右の、広場に集合です。本番は12時半過ぎです。これ、まあ、さっきのこのリンクのとこで見といてください。待ってますよ。これは入場無料、参加申請とかも全くいらず、ドーンと来て、わーっと練習して、ドーンと本番ステージっていう、ね、夢のようなやつですから、よろしくお願いします。はい、で、これ、大好評発売中、リットミュージックから出てるガズの8曲入り超簡単ソングブック。大ヒット中でございます。本当にありがとうございます。なんで大ヒットしてるかというとね、まあ簡単だからですね。で、簡単にできる方はどんどん自分でコードを書き足していって、あのカスタムしてくださいね。あれ元ですからね。はい、これもよろしくお願いします。他にもいろいろ本出てます。グッズなんかも先ほどのホームページのところで、ご紹介していますんで、ぜひとも、ホームページをご覧になってください。あとちょっと遅れ気味のこちらのウクレレのクラウドファンディング、今もうほんと最終調整で、いやもう申し訳ないんですけど、もうねテンション高くなっちゃう。このウクレレをクラウドファンディングで皆さんの手にお届けするというプロジェクトが今進んでいます。はい、その辺のこともホームページにご紹介がありますので、ぜひともお願いいたします。はい、ホームページ見るとね、ブログも書いてますよ。いいことばっか書いてますね。ぜひ見てください。本当にありがとうございます。そういうわけでガズレレで、ウクレレで、音楽で、どんどん楽しく豊かな人生やりましょう。ありがとうございました。またよろしくお願いします。さよなら。ココナッツのフレイバー、ココナッツのプレイヤー、ここに集まって。